私、遠山、去年のですね、2016年の11月の24日に、初めて免許を取得いたしまして、車の楽しさをみんなに知ってもらいたいというわけでございまして、このドライブではですね、車にまつわるあれこれ、ね、ドライブあるある、それから、まあドライブあるあるだったりとか、あと、まあ、言い方があるともドライブあるある3つとも同じじゃないか、失礼しました、ブーンバックブーンバー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 って。さあ今回第1回目、なんとですね、1回目これふさわしい、先ほど申しましたように、2016年の11月24日に僕免許を、取ったんですけれども、その後すぐにですね、もう車を借りまして、レンタカーで借りたんですけれども、に明けて25日の夜中2時に初めての運転した動画というものをなんとスクールオブロックのですね、職員が撮ってくれていて、それをまずはね、今日は皆さんと一緒に見ていただきたいと思っているわけでございます。私の手元には、その時の動画がありますんで、ちょっと一緒に見てみようかなと思いますんで、1年前どんなものだったのかと確認したいと思います。再生させていただきます。スタート。じゃあいきますよ。ドライブってどれ、これ、うん、ドライブ D ですよ。あ、じゃあいきますよ。車によっては違うし、うん、新宿です。うわ、ん、怖っ。このままいいんだよね、まっすぐでね。このまままっすぐで怖っ。結構飛ばすな。あ、これ速いですか。いや、普通にこんなもんだよね。時速ちゃんと。いや、工事なんだとこ通ったことないよ。まもなく右です。いや、後ろ来てんじゃん。いや、これ右回るのダメじゃん。一回曲がりましょう、一回。危な、危な、習った通り。次どこ、まっすぐ、とりあえずまっすぐ。今の結構危なかったんじゃないか。横に誰かいないと、まあ、もう君の側の場所だ。あ、そうそうそう、そうなんですよ。新宿西口ですね、これね。右側通っちゃダメだったら教えられてんだけど、いいの。え、そうなんですか。一応こっちはなんか追い越し車線だから。ああ早いな。曲がれたらずっと右左だから、これ車線変更って本当はここでしちゃダメ。まあ、まだ余裕があるからまっすぐ。ああ、免許当たりちゃダメなんじゃない。次取ったところで車線変更してレベルじゃ一番左の車線入らないといけないんでしょうね。そうですね、甲州街道出るってこと。甲州出て、そうだね、そうですね、甲州街道ですよね。あそこに新宿駅通るんですよ。あ、おっかね。みたいなね、ことにこうなってるわけですよ。クズですわ。3車線くらいあって左に行きたいわけなんですよ、これはね。信号1個手前なのにまだ一番右の車線に、こんなやつはクズですわ。諸事情により、服装は若干変わっております。そして、まあ、気づく方、気づかない方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、これも諸事情により若干鼻声になっているというところ。さあ、今回、我々のドライブ、JAF の皆様にですね、協力いただいております。 JAF の会員になりますと、なんと、様々な優待サービスをこう受けることができると。18歳からじゃないかと、免許はね、取るのはね、ってことを思ってるかなと思うんですけども、なんとですね、これを見てくれている16歳、17歳の生徒のみんなはですね、 U17 オープンキャンパスというサイトがあって、そこからですね、無料のメンバー登録をすると、カラオケだったりとか、あと飲食店とかで、この JAF の会員と同じような優待サービスをなんと受けることができるということにこれなってるんですよ。なので、16歳、17歳の生徒もぜひ、JAFU17 オープンキャンパスのメンバーになってもらえたらと思っております。今後はね、まあ、車を運転するの僕も、好きだということが分かったんで、まあ、いろんなとこ行ける範囲、行きたいなって思いますし、今ドライブにしてハンドルを切ってるところです。ここまでっすよ。